この食品トレーサビリティ実践的なマニュアル各論農業編は、農産物の生産者や調整、選別、収出荷を行う事業者がトレーサビリティに取り組むためのマニュアルです。この映像では食品トレーサビリティ実践的なマニュアル農業編の主要な部分について生産者に焦点を当てながら解説します。まずはトレーサビリティの必要性について説明します。食品のトレーサビリティとは食品の移動を把握できることです。生産者や事業者が農産物などを取り扱った時に記録を作成して残しておくことで、万が一問題が起きた時に役に立ちます。トレーサビリティに取り組んでいると食中毒など健康に影響を与える問題が起きた時に、問題のある農産物がどこに行ったかを調べることができ、問題の範囲や原因を調査する上でも役立ちます。トレーサビリティにより問題の原因が他の事業者にあることが分かれば、相手に必要な対応を要請することができます。自身に責任がある場合でも迅速な回収と情報提供ができ、消費者や取引先の信頼をつなぎ止めて経営を維持しやすくなります。農産物からは食中毒など発生しないと思われるかもしれません。しかしドイツの農場ではスプラウトの種子が腸管出血性大腸菌で汚染されていたために、その種子から育てられたスプラウトが集団食中毒の原因となりました。アメリカでも2011年にメロンがリステリア菌に汚染され多数の死傷者が報告されています。こうした事態の発生に備えるためにも、生産者段階のトレーサビリティが今求められています。農業編では生産者、調整選別業者、収出荷業者別に取り組みのステップを示しています。例えば生産者が自分で農産物を調整選別する場合には、取り組みのステップは次のようになります。まずステップ1では、入荷と出荷の記録に取り組みます。ステップ2では、それぞれの工程で取り扱うものを識別します。ステップ3では、識別したものを対応付けます。それではまずステップ1について解説します。ステップ1では、入荷と出荷の記録の作成・保存に取り組みます。業務内容に関わらず、すべての生産者や事業者に確実に取り組んでほしい内容です。生産者を例に入荷の記録のやり方を見てみましょう。農業編のステップ1の1、入荷の記録では、種苗、肥料、農薬などを入荷したときに、1、いつ、2、どこから、3、何を、4、どれだけという基本4項目を記録し保存します。購入伝票などにすでに基本4項目が記載されている場合には、それを保存するだけで入荷の記録になります。ステップ1の2、出荷の記録では、農産物を出荷するときに、1、いつ、2、どこへ、3、何を、4、どれだけという基本4項目を記録し保存します。出荷伝票などにすでに基本4項目が記載されている場合には、それを保存するだけで出荷の記録になります。次にステップ2の取り組みについて解説します。生産者の場合には、入荷した種苗の識別、栽培作物の識別、収穫物の識別、調整・選別した農産物の識別が必要です。なお、識別とはロットや個体を特定できることです。ロットを定義し、ロット番号を表示してロットごとに取り扱えるようにします。1、2、
入荷ロットの定義。入荷した種苗は品名、入荷日、入荷先ごとに一つの入荷ロットを作るのが基本です。2. 入荷ロット番号の割り当て。一つの入荷ロットに対して固有の一つの番号を割り当てます。番号は固有であればどんなものでも構いません。例えば同じ品名、入荷日、入荷先のものを一つの入荷ロットとする場合には、品名コードプラス入荷日プラス入荷先記号というロット番号にすれば簡単に固有の番号を割り当てられます。 3. 入荷ロット番号の表示。種苗の袋や箱にマジックで表記したり、入荷ロットの一山に一つの札を貼り付けたりして入荷ロット番号を表示します。 4. 入荷ロット番号の記録と保存。入荷の記録に入荷ロット番号を記録し保存します。以上は種苗の入荷ロットに関する説明ですが、種苗だけが重要なわけではありません。肥料、農薬などについてもロットごとに安全上のリスクがあると考えられる場合には、入荷ロットの識別や対応付けに取り組みましょう。続いてステップ2-2-1、栽培作物の識別についてです。1. 栽培ロットの定義。自らの栽培作物をどのような条件で一つのロットにするか決めます。例えば同じ品目、品種、作付け日、栽培方法のものを一つのロットと定義します。 2. 栽培ロット番号の割り当て。一つの栽培ロットに対して固有の一つの番号を割り当てます。例えば同じ品目、品種名、作付け日、栽培方法のものを一つの栽培ロットとする場合には、品目、品種コードプラス作付け日プラス栽培方法コードというロット番号にすれば簡単に固有の番号を割り当てられます。 3. 栽培ロット番号の表示。マルチにマジックで表記したり、圃場に標識を立てたりして栽培ロット番号を表示しましょう。 4. 栽培ロット番号の記録と保存。栽培記録などの様式に栽培ロット番号を記録し保存しましょう。ステップ2-2-2、収穫物の識別や2-3、調整・選別した農産物の識別についても同様に取り組みましょう。続いてステップ3の取り組みについて説明します。生産者の場合は入荷ロットと入荷先の対応付け、入荷ロットと栽培ロットの対応付け、栽培ロットと収穫ロットの対応付け、収穫ロットと調整・選別ロットの対応付け、調整・選別ロットと出荷先の対応付けが必要です。なお、対応付けとは物と物や物と事業者などの対応関係を分かるようにすることです。まずは1、入荷ロットと入荷先の対応付けについてです。ステップ2で作成した入荷の記録で、種苗の入荷ロットと入荷先の対応関係が記録されていることを確認します。ステップ3の2、内部トレーサビリティについて説明します。例えばステップ3-2-1、入荷ロットと栽培ロットの対応付けでは、種苗の入荷ロットと栽培ロットの対応関係が分かるように記録します。具体的には記録様式に種苗の入荷ロット番号と栽培ロット番号を対応付けて記入し保管します。肥料、農薬などについても成分に関する問題が発覚したときに、農産物を全量回収したくないのであれば、肥料、農薬の入荷ロットを作り栽培ロットと対応付けましょう。ステップ3-2-2、栽培ロットと
収穫ロットの対応付けと、2-3、収穫ロットと調整・選別ロットの対応付けについても、同じ要領でロット同士を対応付けましょう。以上の対応付けをすべて行えば、内部トレーサビリティが確保されます。最後に、ステップ3の3、ロットと出荷先の対応付けについて取り組みます。ステップ1で定めた出荷の記録に、調整・選別ロット番号を記録しましょう。それでは早速、チェックリストを参照し、自らの取り組みがどのステップまでできているかを確認しましょう。詳しくは、食品トレーサビリティ実践的なマニュアル各論農業編をよく確認してください。